田弁護士会プレゼンツ隣の弁さん。弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さん。でも私にとっては頼れるお隣さん。さて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう。大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん。リスペクトされていますか？あなたは？私は？この番組は一人一人の思いを大切にする大阪弁護士会がお送りします。皆さんこんばんは。 MBS アナウンサーの西村麻子です。今月は一人の弁さんにスポットを当てまして深掘りしていこうということで、ちょっと新しい試みなんです。4週にわたってお話をお聞きします。大阪弁護士会副会長辻村幸寛弁護士です。こんばんは。こんばんは。どうも、はじめまして。はじめまして。いやなんか、はい、辻村弁さんはラジオ番組に多くご出演され、はいはいはい、多く、うん、まあ、KBS のラジオに聞き手として参加しております、ね、もう何年ぐらい、はい、2017からですからね。7年ぐらい経つんですかね。通りで今こうマイクの前にこう佇んでらっしゃる雰囲気が、はいはい、なるほど、もう様になってますもんね。慣れてます。いきなり上げていただきまして、いや本当に何言ってるか分かんないですよ。ほんまあの聞き役なので、あんま自分が喋るのは苦手なんですよね。だからいやいやいや、ベンさん成立するかどうか分かりませんよ。そんなことないと思います。だって打ち合わせの時もずっと話してくれてはりましたし、はい、焦ってたっていうね。なんとか関係性を作るために慌てて喋ってました。いやいや、もう、はい、今日はもう私とっても安心しております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もうでもあっという間に、うん、5月だなっていうのをちょっとびっくりしてたんですよ。そうですね、早いですよね。1ヶ月ね、本当に記憶がないですわ。あ、新入社員入ってきてくれたななんて思ってたら、うん、もう4月があっという間に終わりみたいな感じですもんね。あ、僕も弁護士会の副会長で1ヶ月何が起こったかわからないです。もう怒涛の日々でした。怒涛、はい、副会長忙しいですか？忙しいですよ本当に。もうなんか会合とか、はい、何してたか分かんないですね。もう、はい、じゃあ気がついたら4月が過ぎ去って過ぎ去ってました。5月です。そう、はい、今週テーマは、うん、成年後見なんですよ。はいはいはい。もう成年後見人のご経験があると伺っておりまして、はいはい、そもそもから教えてもらえますか？なるほど。成年後見って何ですか？はい、お年取ってとか、まあ、もともと知的障害をお持ちとか精神障害をお持ちの方で、まあ、自分がこう適切に契約とか、まあ、なんかそう判断が不十分でできないという人を代わりにこう成年後見人という人の立場で財産管理であるとか身の回りの世話をしてあげるっていう制度です。身の回りのお世話も含まれてるんですか？はい、まあ、実際にそのお風呂入れたり体拭いたりとかそういうことはしないんですけど、あの法的な、まあ、例えば介護施設の契約をするとかそういうことを、まあ、弁護士が主に、まあ、選任されてやってあげるのが成年後見。実際に辻村弁さんもその成年後見人をされて、はい、そうです。何人か今あの持ってます。受け持ちの後見の方いらっしゃいます。今も計測されてるんですか？はい、そうですね、長い付き合いになるんですよ。一回選ばれますとずっとその人の財産管理とか、なんか病院入ったら付き添ったりとかそういうのやってます。私的に1年とか、うん、まあ、2年って限られた期間なのかと思ってたんですけど、うん、違うんですよ。よっぽどのことがなければずっとお亡くなりになるまでお付き合いします。伴走してという感じですか？はい、そんな感じです。言える範囲で構わないんですけれども、はい、どんなご経験があるとか、はいはい、こんなことをするんだよっていうのを教えていただけます？はいはいはい、そうですね、僕はあの高齢者障害者の関係の委員会っていうのに弁護士会で入ってまして、はい、どっちかというとこう難しめの案件をやったんですよ、うんうん、でなんか、まあ、身寄りがないとか、まあ、若い知的障害の方とか、はい、本当に普通の弁護士やったらなかなか対処しにくい案件ばっかり回ってくるんです。どういうことですか？普通の弁護士やったら対応しにくい、どういうことですか？言い方があれですけど、まあ、要するに、まあ、こう高齢者の問題障害者の問題をよく扱っていて、うん、こう肝どころが分かってるみたいな、分かっているという意味ですね、はい、いうところの その、そういう難しい人を誘うにお願いするリストみたいなのに入ってて、うんうん、困ったから辻村に頼もうかみたいな感じで頼まれるというふうになってます。だから難しめのが多いんですよ。じゃあ実際に、うん、あちょっと大変だなって思うこともありました？うん、ありますね。だからまあ言ったらちょっとこうお年で一人でってなって身内がいないってなると、え何するにしてもあの全部僕がしなあかんという、その病院入るにしても、なんか今老人ホームにいてはるけどなんかこんなことこんなん買いますけどいいですかとか全部そんなも問い合わせがあったりとか。
日常のその物を買うっていう行為も、うん、そうですね、一応了解を、了解がいるんですか、はい、いうので、はい、ご本人の代わりに僕が返事をするというようなことをやってますね。なんか、まあ、それ以外でも、まあ、ご本人さんが、まあ、言ってもね、貢献といっても貢献補佐補助といってちょっとレベルがあるんですよ、はい、ほんまに全部完全にあの判断できない方が貢献って一番ハードなやつと、補助といってちょっとあの不十分だけど別にある程度の買い物とかできるよみたいな、うんうん、ライトバージョンもあるわけですよ、うん、でその補助とかになってくると、ご本人さんもしっかり自分のこと、人生をまだ謳歌したいので、なんか花見連れてってあげたりとか、なんかそのお祭り行ったりとかの結構一緒に行ったりとかしてました。それはそういう相談があるんですか、はい、うん、ちょっと行きたいわとか言って、まあ、それ聞いてしまうと行かなあかんかなと思って、はい、その方はご結婚されてなかったので、はい、まあ男なんで、はい、なんか一緒に手つないで、そのデート気分で一緒にちょっとデート気分、はい、一緒にご飯食べて帰ってみたいな、ちょっとでもね喜んでもらえたらと思ってやってましたけどね。これ別に義務とかじゃないんですけど、まあできたらこう人生を楽しんでもらえたらっていうので、そういうことしたりしてましたね。いやでも、はい、ちょっとびっくりしました。それがそこまでされるんだっていうのはちょっとびっくりしました、うん、もっと事務的なね、はいはいはい、手続きだけ、はいはい、あるいは何か立ち会っていくとかだけかと思ってました、うん、それがメインなんですけど、はい、やっぱなんか寂しいじゃないですか、そればっかりしててもなんかできた人間として関わる以上はちょっとでもできへんかなみたいな。そうやって向き合っていると、うん、家族みたいに なんかなりますね。長い時間一緒に過ごしていると、そう、ね、そう、まあ、過ごす期間はそこまでじゃなくても月1回とかに会いに行ったりとか、定期的に会う程度なんですけど、まあ、できる限りそこでお話聞いてあげようとか、ほんならまあ好きなこととかなんか興味あること分かってくるんで、今度会う時その話しようかなとか、うん、いうの結構まあ話し相手になったるとかいうのもありますね。じゃあちょっと大変なところ、大変なやつっていうのは、まあ、あの本当にそれこそ同じく身寄りがない高齢の方で、もう入院しちゃって、うん、もう家がほったらかしになって、もうゴミ屋敷状態とか、はい、でもこれ賃料がずっと家賃がかかるんでお金が減っていくんですよ。これもあの引っ越しして明け渡してくれと家主からワイワイ言われて、でお金もないんですよ、はい、結局誰がやるねんって言ったら僕がやるしかないっていうんで、もう明け渡すために、もう引っ越しのために荷物捨てて掃除してみたいなことも、血を這うようなこともやったことあるんですよ。でも実際に、まあ、うん、成年後見人をされる中で、うん、あ、やっぱりこれって必要だなって感じることもあるんじゃないですか。そうです、本当にあの純粋に例えば消費者被害に遭ってる人とかもいるんですよ、はい、この消費者被害というと、言うと、まあ、言うたら家に来て、うん、いらんもん買わされたりとか、はい、あ、まあ、あとはもう一つ判断能力が落ちてると、通販で同じも何回も買ったりとかっていうんで、お金がどんどん減ってって本人もあの途方に暮れてるようなケース、あと借金問題とか、もう家の中探したらそういう借金の通知がいっぱい来てたりとかっていうのがあって、助けてあげへんことにはもう本人のお金とか生活が成り立たへんっていう、うん、はい、ほんでまあそれはやっぱついてあげて、それで初めて弁護士が入って、全部のとこに連絡を入れて、例えば最悪は破産するとか、もう返しませんという連絡をして、それでチャラにしてもらうとかっていうことで、弁護士が入ることで人生がちょっと上向きになるというか、解決するっていうことがあるんで、もう一回スタートできるっていう、結構重要な、こういうまあその身動き取れへん、判断できませんっていう人にとっては、こういう助けが絶対必要かなっていうふうに思います。その成年後見人を選ぶときに、その人選っていうのはどういうふうにされるんですか、うんうん、はい、基本的に全国的に家庭裁判所が成年後見人とか選任するんですけど、はい、うん、家庭裁判所から大阪弁護士会にこの適した弁護士さん紹介してくれという推薦の依頼が来るんです、うんうんうん、でそれに対して弁護士会でこうそういう研修ちゃんと受けてるとか、はい、成年後見のその保険に入ってるとか、うん、弁護士賠償保険って言っても、もし何かトラブルがあったときにちゃんと保険がお金が出るとようなものに入ってる人とか、ちゃんと要件を定めてまして、はい、それに乗ってないと成年後見にはなれないんです。でその中で特には人柄とか経験を見て、うんうん、この人がベストじゃないですかと弁護士会から推薦をして選ばれていくと。でも辻村弁さんみたいに、はい、結構そうやって経験を積み重ねて、うんうん、で、あ、救われたなという人も増えてくると、うん、今度より難しい案件が入ってきそうではないですか。そんな風になっていくんですよ。だから結局一部の人間が、まあ、あの特にそういうことばっかり、高齢の方とか障害の方に対応が得意な人にそれ難しい案件が偏っていくという
なりますけど、まあまあでもあのみんな生きがいで僕らも弁護士としてこういうのしたくてやってるので、まあできたらそれで役立てんやったらいいですよ言ってみんな気持ちよく受けてくれるんですね。でその時にこの弁護士さん好きやなとかいい人やとか素敵やなって思って、まあ、そういう方もいっぱいいるので、まあ、弁護士言ったらなんか争い事ばっかりやってるとか訴訟ばっかりやってお金儲けばっかりしてとか思うかもしれないんですけど、意外とそういうボランティア的なあの世の中のために役立ちたいということで活動してますんで、うん、まあ、その点もちょっと知ってほしいなっていうのは思いますね。辻村弁さんって、うん、もっとどんどん人柄もどんどん聞いていきたくなるんですけど、はいはい、弁護士になる前からそういった仕事したいと思ってたんですか？あんまり考えてなかったんですけど、まあ、基本的に司法試験は、まあ、あの法学部やったんで、はい、なんかトライしたいなっていう、こうなんか言ったら勉強が得意やから、うん、なんか目指したみたいなところが基本なんですけど、はい、まあ、よく考えると、まあ、大学時代に法律相談部っていうのに入ってまして、でそれはクラブみたいなものなんですか？サークル活動なんです。そうなんです、はい、無料で学生が勉強して地域の人の相談に乗るっていうのに入ってたんですよ。でやっぱりそこでこう初期衝動としてなんか地元の人で無料相談で学生で大した答えしてないのにありがとうございました言うて気持ちよくなって帰ってくれるわけですよ、うん、これ結構役立てんなみたいな、法律のことを勉強しただけでこんなに人にあの喜んでもらえるんやったらこれはええ仕事やなっていうふうに思って、まあ、お役立ちみたいなことは結構自分の中にテーマとしてはありますね。いい話やわ、ね、そうなんです。この打ち合わせの時にこの毒舌ばっかり言ってどんなひどい弁護士やねんみたいな。そうなんですよ、リスナーの皆さん、あの、はい、打ち合わせの時に、ね、結構辻村弁さん毒舌でね、人の悪口言ってました。あらあら、悪口じゃないけどって思ってたら、そんな素敵な面も、意外とピュアな部分もあるんですよね。ピュアな部分もありますね。リスナーの皆さん、はい、さらに面白いのが、はい、実は、はい、辻村弁さん、はい、M1 の出演の経験が終わりとか、 M の話ですか？ M の話ですよ、はい、ちょっとぜひ、はい、来週以降に、はい、ありがとうございます。M の話も聞かせていただけたらなと、はい、まあ、あんまりいい成果は出てないんで、ね、本当にできればきっかけとかどうだったかもお聞かせください。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました、はいはい、辻村弁さんでした、はい、失礼します。ここで大阪弁護士会からのお知らせです。大阪弁護士会では弁護士による法律相談を行っております。交通事故、遺言、相続、離婚、労働問題や消費者問題などどんなことでも相談いただけます。電話番号は06-6364-1248 06-6364-1248 です。またはインターネットで大阪弁護士会法律相談と検索してください。法律に関するさまざまな情報をご案内しているほか、オンライン会議システム Zoom を利用したオンライン相談も可能です。以上、大阪弁護士会からのお知らせでした。番組ではメールや街頭インタビューで弁さんのイメージ、弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしています。あなたも一票投票しませんか？詳しくは番組ホームページをご覧ください。それではまた来週。大阪弁護士会プレゼンツ、隣の弁さん。リスペクトされていますか？あなたは？私は？この番組は一人一人の思いを大切にする大阪弁護士会がお送りしました。